はい、本日はですね、8月分の売り上げを発表していきたいなと思います。ということで、ジパンメディアもですね、もうかれこれ2年、3年ぐらい経つわけなんですけど、アイテム数もめちゃくちゃ増えてきました。まあ、こうやってパッて並べただけでも、あ、これ見たことないアイテムっていうのが結構いっぱいあると思うんですよ。まだ販売してないアイテムしか今並んでないんですけど、これも含めなんですけどね。まあ、先にいつも通り売り上げ発表いきたいなと思いますので、売り上げ発表していきましょう。売り上げがですね、8月が、992万8790円ということで、皆さんありがとうございました。本当に今いろんな方に購入していただいて、毎月1000万ペースっていうのがずっと変わらずやらせていただいてるので、本当にありがたいなと思います。既存の方もそうやけど、新しい方、もう僕を知らない方も結構購入していただいてるみたいで、やたと YouTuber の服やってんや、みたいな感じになることも多くて、僕結構 Instagram とかでも告知させてもらったりとかしてるので、僕のアカウントではなく、もうジャパンメディアとして認識してくれてるっていう人も結構いてて、どんどんね、僕が薄くなってきてるっていうところが、まあいいかなと思います。とはいえ、まあまだまだこう出してはいかなあかんと思うので、まあ頑張っていこうと思うんですけど、まあ次の順位見ていきたいなと思います。8月、ガクンと落ちた。176位ということで、めちゃくちゃ久々に100位以上になりましたね。100位以内はずっと守ってたんですけど、176位ってめちゃくちゃ久々ちゃうかな。1年ぶり以上にこんな落ちたんちゃうかなと思いますけど、まあランキングとしてはこんな感じでした。まあまたね、年末に向けてトップ10入るのはもちろんそうなんですけど、それよりもね、何よりも一人でもいいお客様にこう喜んでいただけるように、いろんなキャンペーンとかイベントっていうのも控えてるので、そういうのもどんどんまた告知していきたいなと思ってます。次がね、何の話をするかというと、まあ、新作とかの話をしていきたいなと思うんですけども、新作ほんまに出してないんですよ。しばらく新作出してなくて。いやだけど、まあ、裏で作ってるのは結構あって、例えばこれも、実はリバーシブルなんですよね。今この派手な方と、このこっちの落ち着いた方っていうのをこう分けながら、まあ、裏側には見えてるんですけど、分けながらね、使えるっていうような風にしてて、まあ、裏地はもしかしたら、これ見覚えある人からしたら、ロサンゼルス行った時の動画見てくれてる人やったら、あれがこれなったんそうなんですよ。あれがこれになりました。当時も言ってたんですけど、この生地が折られてるんですね。プリントじゃなくて、折り地で黒の糸と白の糸を綺麗に折ることによってこの柄を出してる。で、各有名人、マリリン・モンロー、チェ・ゲバラとか、まあそういういろんな人が出てるんですけど、まあこれがようやく完成してきて、おそらく年明けぐらいに少量しか作れないので、もう受注生産でオーダー式にしようと思ってるので、あなたに似合う体型とか形でいこうと思ってます。で、それ以外にもデニムのセットアップなんかもう結構仕上がってきてまして、まあこっちにも画像出てるんですけど、もうほぼほぼ大詰めまで来ました。まあ去年の年末ぐらいにヴィンテージのパターンを解体する人といろいろ喋り出してから、まあいろいろとこれで4サンプルで今5サンプル目作ってるんですけど、もっとこう自分の中で納得できるようなところまで持っていけるんちゃうかなと思ってるので、もうそれをしたらもう多分これ以上のやつない50年後も着れるデニムのセットアップっていうのを売り出してるんですけど、とにかく極力シンプルやけど、実はファーストのデニムの G ジャンの要素も入れてて、形はサードっぽさを入れてるんですよ。より見た目はクラシックななんてことない形なんやけども、実はまあ後ろ T とかにしてね、 T バッグにしたりとかしてるし、ポケットも左ポケットだけにしたりとかで、実はパンツもこれ G パンやと思われてるんですけど、じゃなくてスラックスデニムなんですよ。だから、あくまでこう、綺麗に着る。で、特に年いけばいくほど、綺麗に着た方がかっこいいので、僕50年後って80何歳なんやけども、その時に着ようと思ったら、やっぱこう、汚いカジュアルじゃなくて、こう、綺麗な感じでいきたいっていうところと、打って変わって次はカバーオール。これ、表地にイギリスのベンタイルっていう防水生地があるんですけど、それを採用して、コットンなんですけど、防水仕様でカバーオールとして作ってみました。で、裏地がこれイタリアから生地仕入れて作ったりしてるっていうのもそうやし、あと、レザージャケットなんかも実は作っております。レザージャケットに関しては、革で革屋さんからディア専門店っていうのがあって、鹿なんですけどね、の専門店のところからディアを仕入れて、裏地は裏地でこれイタリアからのウール地を仕入れて作ってるんですけど、個人的にはダブルのライダースよりシングルの方がかっこいいんですよ。だからシングルで作ろうかなっていうふうに思ってたりもしますし、多分大目玉っていうのは2週間後ぐらいから出だすんですけど、予約していただいてる方にはこのダウンジャケットっていうのがバーッと送られてくると思うんですよね。で、まあそれを楽しみにしていただいてる方っていうのも非常に多くて、まあ僕も実際岩手県の縫製してる工場にも見に行ったし、ダウンパックが入る様子とか、ダウンの縫製ってこうなってんやっていうのをこう、まあ、学びながらやっていったわけなんですよ。資材に関してはあくまでそれぞれの一流を仕入れてきました。表地に関してはイタリアの高級なナイロンを引っ張ってきたし、ファスナーに関してはエクセラっていうハイブランドをグッチとかビトンとか使ってるファスナーを採用したし、ダウンに関しては最も高級って言われるハンガリーのグースダウンの中でもホワイトのみを採用してます。で、っていうのもなんでかって言ったら、これ黄色とかブラックは分からへんけど、白のダウンジャケットに関してはこれがホワイトダウンじゃないと色映っちゃうんですよ。よく他のブランドとかでも白のダウンジャケット買ったらなんかこうゴミついてるんちゃうかなっていう人いてるんだけど、あれ実はグレーのダウンが混ざってるんですよね。それによって柄がちょっと変に見えるっていう人もいてはるから、もう真っ白のダウンしか使わないっていうことで、これも厳選して選んでおります。で、それ白のダウンジャケットだけで良くないっていうことなんやけど、それは分からへんかもしれんけど、黒のダウンジャケットにも全部それを採用してます。だからそこまで気にしてないかもしれんけど、いやそこまでこだわりたい、ダウンどうせ作るんやったらもうそこまで行こうと思ってたから、でこれ以上のダウンないと思って今作ってるので、来年はちょっと形変えるとかもないんですよ。もうとにかくこれがもう完成形やって僕は思ってるので、それが来月に届くっていうことになります。そしてですよ、アメリカなんですけども、いや、めっちゃ嬉しい。売れました。8月の下旬ですかね。ありがたいことに、もう全く知らない人。で、なんやったら僕が YouTube やってるのも、向こうの人は知らないし、僕の顔も知らない、そちらの方に送らせてもらったと。ただ、ここから問題なんですよ。やっぱね、時間がかかったから、返品の希望が来たんですよ。返品したいですというお声が来て、あー、残念やなと。まあ、せっかく買っていただいたけども、やっぱりお客さんがちょっと遅いという声って、やっぱ真摯に受け止めて、次回以降反省していかなあかんから、あ、かしこまりましたということで対応させていただいたんですけども、結局、その2日後ぐらいに、チームで喋った時に、まあ、あんだけ売れたって言って喜んでたんやけども、まあ、返品になったよと。ただ、まあ、今回で学びがあった。何かっていうと、そのやっぱお客さんって早く欲しいっていう気持ちがあるから、でも早くするのは物理的に無理。海の向こうに持っていく時に、やっぱ1週間から2週間かかるんですよ。じゃあ何がいいんかなっていうことで、ちゃんとお客様に購入していただいた段階で、すいません、遅くなりますけども、私たちは確実に届けますと。で、追跡番号これ、URL これ、こっから検索したら今どこに行ってるか確実に分かりますよ。ちゃんとそういう風にして安心してもらおうっていう風に次対策をしてたら、なんとその日にまた2つ目が売れたっていうことで、アメリカに関しては値段めちゃくちゃ強気です。っていうのも、日本ではほぼ利益出ないから、アメリカで利益を出すために倍にします。全部2倍。ボディバッグなんかも15,000円ぐらいで日本では売ってますけども、アメリカでは30,000円以上、33,000円とかぐらいで売ってるんですけど、今現時点ではアメリカではバッグしか出してないので、売れてるのはもうバッグなんですよ。ボディバッグのみなんですけど、まあ、ここから洋服とか、まあ他にもリュックとか、そういうまあ小物系とかもバーッと出していこうと思ってるので、まあその準備に向けて今商標登録も済んで、まあこういったタグですよね。で、こういったタグって日本の名前が入ったりとか値段が入ってるので、これあくまで日本の値段が2分の1なんですけど、アメリカはもっと値段高いから、このタグの整理なんかもしていかなあかんので、全部が全部日本用のまま送っちゃったらクレームになっちゃうので、ちゃんと値段、値札変えたりとか、いろいろしていかなあかんっていうところで、まあ多分年内ぐらいに他のアイテムも全部海外用に切り替えれたらいいなと思ってますので、まあそんな感じで温かく見回っていただければ、もうとにかく0から1になったって、もうこれだけで僕はいけると思います。僕のその考えは間違ってなかったんやというふうに思ってるし、まあチームにもこれあかんくなったらむしろ楽しみやと。これまあ返品になっちゃったけど、いやむしろ楽しみやと。これいいことしかないと。改善しかもうないから、どんどん良くしていけるっていうところで、後ろ向きな気持ちは全くないので、もうこれからどんどんイケイケになってるので、しっかり日本のお客様には値段を極力抑えながら出させてもらって、その代わり生地とか備品は全部高いやつしか使わへんと。もう他のブランドでは使えないものしかも使わへんけども、海外でしっかり利益を出させていただくっていう、まあ他のブランドもそうなんですよ。モンクレールとかもフランスでは安いけども、海外では高いとかってなるので、まあそのやり方はまあ普遍的というか普通やろうなと思うので、アメリカだけじゃなくて、まあいろんな国も行けたらいいよねっていうことで、まず足がかりはアメリカなんで、アメリカのようやく指導しだしたと、動き出したっていうことになってるので、ここまで商標登録の準備、いろいろ倉庫の手配、発送の手配、追跡番号の手配、めちゃくちゃ大変やったし、ホームページも全部アメリカで表記しちゃなあかん、全部それも大変やったけども、やっぱりやっててよかった。絶対諦めへんって、まあいつも僕は言ってるんですけど、諦めんでよかったっていうのが、もうほんまにね、心から思います。だからまあこれからもどんどんアイテムを、まあ日本のものづくりとか、そういうのをまあ海外の人に知ってもらえるようにするには、まあ僕のそういう発信力とか、まあ僕は YouTube では英語も喋ってないし、顔も出してないし、YouTube すらもほぼやってない状態なんですよ、アメリカに対してはね。だけど、まあ自分のマーケティングの中でこれではいけるやろっていうのがありますので、まあそれを引き続きやっていくし、プラスアルファ新しい意見っていうのが出たら、そこもこう入れながらね、柔軟に対応していきたいなと思ってますので、まあ今回はそのアメリカ行けたっていう、ちょっと喋ってて集まってきたな。アメリカ行けたっていうこの嬉しさ、諦めなかったら必ず行けるんやって、その代わりまあ努力は必要やと思うし、改善も必要やと思うんですけど、絶対諦めへんっていう意思をね、持って進んでいきたいなと思いますので、まあうちの嫁もアメリカ行ってますけども、うちの嫁に関しては全然英語も喋られへんし、てっきり僕がアメリカ進出するから、それの手伝いで、学びに行ってると思ってはる方いらっしゃるんですけど、彼女は遊びに行ってるんですよ。彼女の人生を豊かにするために彼女は遊びに行ってる。で、僕は僕で、アメリカでしっかりビジネス、日本のアイテムとか日本のものづくりを知ってもらいたいと思ってるから、同じアメリカに向いてるけど、全く僕ら別なんですよ。なので、そこは全然違うんですけど、とにかく進み出したっていう嬉しい報告になってます。で、まあ、0-1にさえできれば、100はそんなに難しいことじゃないので、今まで僕もブランド立ち上げたり、YouTube 立ち上げたりしても、0-1の方が一番難しくて、もう進み出したらそんなに難しくないっていうのが僕の感覚ではあるので、もちろん頭を打ちますよ。ずっと頭を打つし、そんな難しくないって言いながら僕15万人でずっと止まってるんですよ。だから100万人とか言ってないんですけど、だけどまあ、0-1にする方が難しいので、今後ともやっていきたいなと思いますし、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思っております。ということになってます。また来月も行おうと思ってますので、アメリカは売れてないかもしれんけども、まあ、新作とかもまた出てくるのでご紹介させていただけたらなということで、本日はですね、売上発表締めた動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。